何見つめ合ってるんでしょう。いらっしゃいませ。今日暑かったですね。暑いですね。その格好さすがに暑くないですか。いや、まだまだ行きます。まだ行きますか。はい。今日はですね、キツネさん待望のメタル大会、ということで準備させていただいたのはこのブラックの神々しいダリです。おキツネさんダリ好きですよね。好きですね。パワフルで、パワフルで、うん、しかも、はい、メタルっぽいブラック、ブラック、マットブラックですね。マットブラックエディションということで、はい、まあ、今回あのダリ社の方からですね、世界限定888本なので444ペア限定生産品のルビコン6です。はい、いくつかちょっとあの強化ポイントがあるのでご説明させていただきたいと思うんですが、実はこれ日本には50ペアしか入ってきてません。おそのうちのウンペア、ウンペア弊社が買いましたので、ゲットしたんですね。ゲットしましたので、はい、キツネさんもぜひ、おっとゲットしていただければということで、おっと、はい、まずは音を聞いていただいてね、この素材の良さっていうのをですね、まずは実感していただきたいなと思うんですけども、せっかくなのでちょっとだけこのルビコン6の強化ポイント、はい、スペシャルエディションということで聞いていただきたいんですけど、あ、スペシャルエディションとは今回言いません、ルビコン6ブラックエディションっていう名前がついてます。まず一つはもう見た目にもわかるサテンブラック仕上げ、まあ、本来であればいろんな音楽ジャンルを選ぶことはないんですけども、まあ、今日はちょっと本当に一握りのニッチなお客様向けにですねお届けしたいという、以前からあの YouTube のコメント欄でもメタルを一回やってみてよっていうお問い合わせもいただいてまして、まあ、ぜひこれはねメタル向けではないかという思いましたので準備させていただいた次第なんですが、あとは専用ブラックドライブユニットということで、まあ、ダリ特有のウッドファイバーコーン、まあ、木の、まあ、素材を織り交ぜたコーン紙、まあ、これはあの振動板を硬くするっていう上では非常に効果的なんですが、今回も一応ウッドファイバーコーンには違いありません。ただ見ていただいた通りブラックです。黒いですね。黒いです。黒のウッドファイバーコーン、なるほど、まあ、塗装してあるということらしいんですけども、まあより何ていうんですかね、音楽の、振動板のですね、ちょっと塗装にもこだわった、仕組みになっているらしいので、ただ単に黒く塗ってやるっていうわけでもなくてですね、多少そういう音楽のテイストにもつながる塗装が施されているのではないかと思っているんですけども、かっこいいですよね。かっこいいですね。あの黒く塗られているっていうのですね。はい。でさらにこれは中身に入っている話で外からはわからないんですが、コンデンサー、ネットワークのコンデンサーが、まあ、かの有名なムンドルフ社製に変わってます、まあ、知る人ぞ知るムンドルフっていう、まあ、超高級なコンデンサーが採用されていると思っていただければ結構です。なるほど、はい、あとは内部配線、これはもうダリの、シルバーワイヤーっていうですね、ちょっとシルバー素材の織り交ぜた、ワイヤー線が内部配線に使用されているということで、まあ、基本的にシルバーが内部配線に使用されているということはちょっと柔らかい音をイメージしてしまうんですけども、まあ、それが今回メタルサウンドにどうつながるのか、まあ、特に広域のねディストーションとかね、そういった歪んだバイオの音とか、その辺をちょっと注意深く聞いていただければいいんではないかなと思います。あと、ゴールデンダリロゴバッジ、ゴールデン、ここがゴールドです。金ピカですね。これ過去 SE モデルとかの、ダリスペシャルエディションモデルなんかもゴールドバッジっていうのがついてきたんですが、まあ、今回それに値するっていうですね、ゴールドバッジが採用されています。であとは後ろに行かないとわからないんですけど、
ゴールドシリアルナンバープレート、うん、はい、これはね、顔出し NG ということなので私が変わってみますけど、ね、美しい、あの作られた方の、サインが入っている、まあ、一品一品ですね、シリアル管理されてまして、製造者の、クラフトマンシップな、気持ちを込めてですね、サインで世の中に送り出しているっていうですね、非常にあの作り手の意図もですね、それ詰まったモデルになっているんではないか、このあたりがまずのこのルビコン6の強化ポイントというふうに思っていただきたいなと思うんですが、で今日まあメタルサウンドということで悩みに悩んで、キツネさんからのリクエストもあり、まずはこれでしょっていう曲を1曲ねピックアップしました。それはこれですね、メタリカっていうことで、どうなんですか、キツネさんはいろいろメタルのね、はい、楽曲なんかもご自身でやられているっていうことではあると思うんですけど、メタリカっていう存在っていうのはミュージシャンにとってどういう位置づけというか、ミュージシャンっていうのもですけど、はい、もうとにかくメタルレジェンドですね。レジェンド、はい、メタル界のレジェンド、レジェンドです。もうメタリカ聞かずにメタル語るなっていう。なるほどなるほど、はい、でこのブラックアルバムという曲の1曲目なんですけれど、聞くのは、はい、もうなんすかね、やっぱり聞けと、聞けと、メタルやるぐらいなら聞けと。なるほど、これを聞かずにメタルをやるっていう、避けられない。その1曲目のタイトルは、はい、エンターサンドマンですね。エンターサンドマン、はい、サンドマンって、はい、ヨーロッパの方の妖精っていうか、なんかそういうメタルの、まあ、特にメタリカの中では少しファンタジーチックなのって珍しい曲じゃないですか、題材がなんか妖精をかたどったような、まあ、内部のなんか聞くところによると歌詞の内容っていうのは結構まあまあまあ、まあまあ、触れてはいけないような、はい、あの話題が入っているんではないかということではあるんですが、でもサンドマンってなんか僕が聞いた話だと、なんていうんですかね、スイマーの妖精っていうか、うん、砂袋を背負ったおじいさんの見えない妖精がおって、うん、その砂袋をシューってかけてやると、その眠気を誘う砂がブワッとかかって、すぐにその眠たくなる。で、まあ、ヨーロッパの方の子供さんが、うん、寝つかないときにサンドマンが来るぞーとか言って日本でいう生ハゲが来るぞーとか言って悪い子にいいがみたいな雰囲気な感じの、まあ、比喩された妖精だっていう話を聞いたことあるんですけど、うん、これで眠れるかって言ったら寝れないですよね。絶対寝れないですよね。怖いですよね。どちらかというと起こされる方ですね。まあ、どちらかというとなんか悪夢を見るようなそういう楽曲のなんか中身を感じる曲ではあるんですが、でもまあメタルサウンドの中ではメタルの魅力がすごく凝縮された音源なのかなっていう気は私もします。特にこの曲を聴くポイントでメタルファンならではのお前らここを聴けみたいなないですか。いや、 やっぱりあのギターのアルペジオから始まって、はい、楽器が順番に、まあ、あのドラムのこうドンドンっていう音からだんだん増えていって、はい、まあ、歪んだギターの音が入ってきて、はい、まあ、曲が始まっていく感じなんですけど、はい、やっぱりその何て言うんですかね、こう押し出し感、押し出し感、曲の押し出し感、こうどん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 こうグイグイ来るような感じ、はい、あと、まあ、全部ギターとかベースが全部ドーンと入った時の一発目の音は圧、圧、はい、もうこれに尽きるかな。押し出し感と圧、圧ですね。そこをちょっと注意して聞くポイントがよろしいんではないかと。でそこで、まあ、ブラックエディションということなのでご用意したアンプっていうのが、これもいつかは、はい、いつかはキツネさんの手元にという、期待を込めてデノン、はい、PMA A110、
110周年記念モデルということでですね、前回も登場しました。何回かこのアンプはこの YouTube チャンネルでも取り上げさせていただいてると思うんですけど、まあ、今回はこれをメタルサウンドで A110 がどう反応してくれるかですね。まあ、音源は、マランツの SCD30N を使って Amazon Music HD、確かメタリカはウルトラ HD で出てたんですよね。ウルトラ HD のストリーミング音源でおかけしてみたいなと思っております。はい、まずは聴いていただきましょうか。そうですね、はい、では、メタリカエンターサンドマン、はい、お聴きください。はい、
はい、普通に楽しんじゃいました。なんかね、息が止まりそうな音圧感っていうのが後ろで聞いてても感じたんですけども、どうですか、メタル好きのサウンドは出てましたですか。いやちょっと感動するぐらい良かったです。お前ですか、はい、嬉しいな。やっぱその音楽ってやっぱそういう感動する気持ちってね、とても私たちもこの仕事やってて嬉しく感じますよね。なんかまあ、この組み合わせで、やっぱり結構楽器の音がすごくよく聞こえるんですね、分離がよく。なるほど。で、ドラムのフロアタムのこう鳴りが音が消えていく雰囲気とか、ハイハットの細かく刻んでる音とか、ギターの音にしてもですね、なんすか、聞きたい音がちゃんと聞こえてる。その鳴ってる楽器の音をこう聞こうとする意識でちゃんと、はい、ここで鳴ってますよっていう、そういうことですね、感じがしますよね。まあ、生々しいんですけど、なんすかね、その、レコーディングされたこう平面的な音じゃないっていうと、またなんかちょっと変な表現かもしれないですけど、結構楽器の余韻がよく聞こえて、まあ、その HD っていうか、音源の違いもあると思うんですけど、もうその昔僕が CD で当時聴いてたのと、その再生する期間の違いは当然違うんですけれど、いや、なんかちょっと同じ曲、なんですけどね、なんかよりちょっとこう来るものが違うなっていう。またこういう爆音で聞くっていうことも、普段ご家庭の中ではね、なかなか聞ける時間っていうのも難しかったりすると思うので、気持ちよかったです。気持ちいいですね。非常にライビリティな音色を感じたのではないかと思うんですが。はい、でね、はい、まあ、いつも四つもチャンネルでは、聴き比べっていうことが一つのまあコンセプトみたいな形でさせてもらってるんですけども、この気持ちよさをずっと聴いていただくっていうのも、ね、余韻に浸っていただくのもいいかなと思ったんですが、まあ、せっかくなので今日はこれ皆様からのリクエストが非常に多かった一つなんですけども、うん、D クラスアンプで鳴らしてほしい、まあ、俗に言うスイッチング回路を設けたデジタルアンプという位置づけだと思うんですけども、まあ、メーカーさん的にはデジタルアンプっていう言葉を使うことがあんまりされてはなかったりとかするんですが、前回キツネさんの、まあ、JBL のちょっと会の時なんかにも話に上がった、はい、今ステージのそういうクリエイターっていうか、まあ、アーティストの中ではライブ活動のそういうライブハウスの中ではデジタルアンプがトレンドになってますよというお話をいただいたと思うんですけども、オーディオ業界でもこの D クラスのアンプというのはちょっとトレンドの波が出てきてるのかなって、私は見せてこうやってやってましたよ、ちょっと感じるところもありまして、まあ、今回スペックっていうメーカーですね、アンプ、これはですね、RSA-G1 っていうモデルになるんですけども、まあ先ほど申し上げた電源部、これはスイッチング回路使われて、増幅部、これも D クラスの増幅回路を設けたアンプになっています。まあ、そのライビリティみたいなところの伝わり方ってやっぱつながるところがあるんではないかということで、今日は先ほど聞いていただいたレノンの EMA-A110 は ABQ アンプと言われるものです。今から鳴らそうと思うアンプはDQ アンプということで、ちょっと聴き比べてみません。はい、はい、ではちょっとね、切り替えますね、はい、あ、大丈夫ですか。いや、気持ちよかったです。本当、もう視聴を忘れてます。普通に音楽楽しんで。いや、それでいいんですよ、楽しむことのためにオーディオアンプ。はい、ではデジタルアンプね、早速聞いていただこうかと思うんですが、はい、質問。はい、某密林なんかで、密林、はい、数千円から、はい、まあ数万円で、はい、デジタルアンプというか DQ アンプっていう名称で一杯出てるのを、はい、まあ
YouTuber さんが紹介してる動画なんかも結構、はいはいはい、あのまあ見て、はい、ただその YouTuber さんが絶賛してるほど僕はちょっとあまり感じられなくて、はい、まあ、それは多分その僕が主張してる環境で、はい、その実際の音っていうのは、まあ、今回こういうのを撮ってても、はい、ここで聞いてる音が、はい、各視聴者さんのところで再現できてるわけではないのは重々承知なんですけれど、はいはい、お値段もいいじゃないですか。そうですね、それと比べたらまあ何倍もしてるわけで、はい、何が違うんですかっていう感じ。ああ、はい。はい。すごく難しい質問、いろいろ差し当たりのある密林の世界でございますので、言葉を選んでしまうんですが、まあ、そもそも D クラスアンプのメリットっていうのは、例えば、省電力、うん、あとは、低熱量、うん、まあ、このアンプなんかでも天板にね放熱口の穴の開いていない設計になっているんですけども、穴が開いていないということは埃が中に入りにくいということでもありまして、まあ、コンデンサーパーツなんかの経年劣化の、ね、原因になる埃とかはの侵入も塞ぐ役割も果たせれているっていうことですね。あと、小型軽量化できる、うん、ちなみにこのデノンのですね PMA110 の重量っていうのはカタログで見ますと、25キロ、ほう、ちょっとですよ、ちょっとずつですね。でこちらの、RSA-G1 の重量っていうのは9キロ、おお、半分以下、半分以下、はい、そうですね、まあ、一時期、はい、オーディオはキロいくらだっていうね、量り売りの世界っていうところも言われてた時代背景もあったりとかするぐらい、物量が詰まってるから言おうとするんだっていう発想もあったんですけども、非常に軽量なところがあります。で、なんて言っても一番の、D クラスの魅力が、高効率、うん、効率がいいんですよね、小さな、音を大きく増幅する本来のアンプの役目に対して、非常に高効率で大きく音を出せるっていう仕組みになっているわけなんですけど、そこの、高効率っていうところに対して、まあ、やり方がありまして、うん、まあ、デジタルアンプ、その密林の世界のデジタルアンプもテクノロジーの進化で非常にコストパフォーマンスに関してはすごいと思うんですよ、うん、ただやはりオーディオ専門メーカーが携わる D クラスアンプというところのその違いっていうのは、そうですね、パーツ品質の良さっていうのももちろんあるんですけども、やっぱりその、設計のその一個一個の、家計で出るコストが違うっていうところに尽きるのかなって思います。かけてるコストが高いからやはり販売価格もどうしても高くなってくるっていうところが生じてるわけでして、まあ、デジタルアンプっていうのは何ていうんですかね、入力信号の非常に深度の深いところで、まあ、力点を設けてるっていうか、そこで増幅する、まあ、力をかけてるポイントがとても小さな、まあ、低いところにあるから高効率っていう形ができるんですけども、一旦入ってきた入力信号に対して一度パルス信号っていう0と1のそういう信号に変換してしまうんですね。その辺のまあ回路の形をよくカタログなんかで出てる PWM っていうね、うん、そういう会話方式みたいなものを持っているんですが、そこのコストがもう雲段に違う。そこの吉原氏で私たちがサウンドとしてアーティストの表現力がグーンとここに伝わってくるかどうかの差につながっていくっていうところにはなるんではないかなと私は思うんですが、まあ、実際僕も買って聞き比べたとかないので、はい、よしあしは分からないんですけど、今日はこのデモンと比べてどうか、はい、どう違うか、はい、ちょっとそれを楽しみにしたいかなと思います、はい、では、はい、早速お聞きいただきたいと思います、はい、どうぞ。
メタルサウンド D クラスの聞き応えはいかがだったでしょうか。派手ですね。なんかこう全体的にさっきのデノンと比べると、うん、広域がすごく際立ってる感じがします。それはメタルとしても好ましい。どうなんですかね。まあコーツつけるものでは決してないので、結構好みに分かれるとこだとは思うんですけども、うん、あと多分スピーカーの特性もあると思うんで、割とあの比べてしまうと広域寄りな感じがします。なるほど。全体的なバランスで言うと、はい、こうなんですかね、こういう幅があったらこういう上の方が割と強く聞こえる感じを受けました。ただ、はい、低音の方の音の切れ感っていうのが、はい、あのデノンよりもあったのかなっていう感じ。なるほど。デノンの方はもう本当にどんどこどんどん押し出してくる感じがすごく強く感じたんで、うん、やっぱり、はい、パワフルっていう言葉なのかな。うん、そうですね。僕はね、さっきちょっと聞いて後ろで聞かさせてもらってて、余韻があるのはやっぱりデノンの AB 級の、うん、その引っ張る余韻みたいな、ね、すごくアナログな感覚っていうのは感じたんですけども、個人的な好みで言うと D クラスの、まあ、D クラスいろいろあるので、あくまでもこのスペックの G1 に限ってっていうことだけになるんですけども、あの、ね、すっぱ抜け感っていうんですかね、うん、なんかストーンと落ちるスネアのなんかそういうようなキレみたいなものっていうのが聞いてて気持ちがいいっていう、うん、あの歯切れない、うんうん、あのまあいわゆる生のライブに行ったようなその肌感を感じるっていうんですかね、うん、なんかその辺が、ライブ感があるなっていうのを僕はある意味感じたんですけど、うん、オーディオで聞く面白さっていろいろあると思うんですが、そのやはり演奏家のそういう表現力が伝わるライブでのそういう なりっぷりっていうんですかね、うん、そういったところの表現としては非常によく醸し出してた、気持ちよさがありました、うん、はい、あもちろんいろんな曲を聴くのがあってどっちがいいとかもあると思うので、うん、これはぜひ聴き比べいただいてご判断いただきたい一品かなっていう気はするんですが、あの増幅回路の方式でここまで音が違うということは楽しんでいただいたんじゃないかと思います。勉強になります。いやいや、こちらも今日は夜更かししないようにあのサンドマンがやってきます。サンドマン、はい、もともとはね、この、ルビコン6の6のね、限定製品のねあるうちに、皆様ねちょっとツバをつけていただきたいなという思いもありましてご紹介させていただきました、はい、メタルいいね。気持ちよかったです。気持ちいいね、はい、多分ね YouTube ではその音圧の裸ってなかなか伝わりにくいとこだと思うんですけど、おそらくこれもね、編集してアップする段階で結構ねここ今爆音で鳴ってたんですよ。そこ多分落とさないとね、うん、いけないと思うので、うん、そこの音圧感っていうのはお伝えしにくいかと思うんですけども、うん、気持ちよかったよね。気持ちよかったですね。なんかちょっとこの辺がゾゾゾゾーっとなんか逆立つっていうの、そんな感じになるような音圧感っていうのをとても楽しめたメタルサウンドかと思いますね。これメタリカまたちょっと聞きたくなりますね。そうですね、シリーズ化ね。そうなんですか。わかんないですけど、あのなんかまあわかんないです。本当に例えば今見えてるこの JBL で聞いたらどうなんだろうとかっていろんな興味は正直あるんですけど、やっぱりこう何回かここでいろんなのを聞かせていただいて、はい、やっぱりあのまあ組み合わせでも随分音が変わることは分かりましたし、なんかだんだん自分が好きな音の方向が分かってきた気がします。なるほど。やっぱり。なんすかね、楽器の音がこう僕の方まで見えるような聞こえ方が好きなんだなって、はい、今日改めて思いましたね。レノンの方はあの何ですかね、
まあ、生の例えばドラムの音とか、うん、私は実際知ってるので、うんうん、そういうやっぱりメタリカの、うん、サウンドに憧れてやってるドラマーの音とか、うん、そういうのも実際生で聞いてきてるので、うん、やっぱりそういうこう何ですかね、生のドラムの音、うん、ぽいっていうのかな、うん、まあもちろんこれはレコーディングした音なんですけど、うん、でもそのドラムがドーンとなった時の余韻感とか、うん、フロア頭をこう叩いた時とか裏のヘッドが揺れてる余韻感みたいなのは、うん、本当に生で聞かないとなかなか伝わらない部分だと思って、うん、なんかそれがちょっと聞こえてくるような空気感っていうのはちょっと感じました、ね、なるほど。ただ結構な音量ですよね。結構な音量ですよ。だいぶ気持ちよかったですけど、はい、これなかなか家で再現できないかもしれないです。ちょっとね、ご近所様の手前 ね、はい、そうですね、はい、エンターサンドもはちょっとかけれないかな。爆音では厳しい。爆音ではちょっとね、はい、時間を考えておかけくださいということで。はい、では今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ロギコン6、ぜひよろしくお願いいたします。持って帰る？え？お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。いつも撮影協力ありがとうございます。ありがとうございます。遅い時間までお付き合いいただきました。大丈夫です。ラーメンでも行く？食べますか？行きましょうか。手片付けるのだって手伝ってくれる。ありがとう。はい、どうでしたメタル？いや、良かったです。なんか音量ですね。やっぱり小さな音で聞くんじゃなくて、この広い部屋でずんどこずんどこ聞く差なのかなとも一つ思いましたけど、この爆音ならではのね、楽しみってありましたよね。気持ちよかった。冗談してね、レコメントっていうかコメントで YouTube のご視聴のお客様からメタル一回ちゃんとやってくださいよって多かったんですよ。あ、そうなんですか、うん。ちょうどこのブラックフェイスのルビコン6も、ね、メタルっぽくてかっこよかったので、今日のメタリカの曲のアルバムもブラックアルバムっていう通称、あ、ブラックのアルバムで、はい、なんか蛇みたいな曲がふよっと出てるやつですよね。そう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 、まあ、アルバムのタイトルはメタリカなんですけど、うん、通称ブラックアルバムって言われてる。あ、そうなんだ。メタリカの中で誰が一番好き？何っていう、もうメンバーみんなキャラ濃いめですからね。あの4人が本当に最高のプレイヤーだと思うんですよ。でもああいうグループの方ってさ、僕 MTV であのインタビュー受けてる姿を見たんやけど、はい、普段のそういうなんていうのフレンドリーなそのファンに対してのなんていうんですか、あのすっごいフレンドリーじゃない？そうですね、あのまあ、いろんなアーティストがいるんで、うん、まあ、全てがそうではないと思うんですけど、やっぱりあのなんすか、ね、ファンサービスの部分は結構あったかもしれない。なんか YouTube か何かで日本のライブの時の、日本の方にのそういうファンと その出待ちの人たちとかの交流みたいなところがカメラに残っとる映像なんかがあったんですけど、むちゃくちゃフレンドリーな感じで、うん、あ、なんかあの 怖いイメージしかなかったんですけど、よかったなとか。それでもこのブラックアルバム作る、うん、ってるレコーディング最中を撮ってるドキュメンタリーのビデオがあるんですけど、あ、そうなんだ。もうそれはあのスティック投げてまあそのレコーディングがうまく思ったようにいかないっていう感情の爆発だったりとか、そうなんだ。そういうそのアルバムができるまでの、うん、まあ、なんですかドキュメンタリービデオみたいな感じがあって、それ見るとやっぱ怖い人かもしれない。まあでもその音楽に対する熱い気持ちですよね。いいものを作ろうっていう。でもこの何でしたっけ、エンターサンドマンって結構、はい、なんていうの、プロデューサーの人かなんかお願いしたんでしょ、もう少し柔らかく歌詞の内容してくださいみたいな。あ、ちょっとその辺のエピソード僕はすみません知らないんですけど、うんうん、でもまあ、 あの結果的に代表するアルバムですよね。うん、すごい。じゃあちょっと一個ずつ
釣らさせてもらって、はい、でもよかったね、メタルまたやりましょうよ、はい、またお願いします。なんか持ち方いいね。そうですか、バイトせえへん。え